れて、それから…誰か、私を。鍵は未だ見つからずか。ティオナたちに探させておるが、成果は上がっとらん。都市街およびダンジョンに通じるクノッサスの出入り口は発見し、抑えつつあるが、やはり読み通り敵は牢城の構えだ。バレッタがベートに撃たれた以上、機が熟すまでイビリスが撃って出ることはないだろう。うちはうちで目星はつけとるんやけど、あの色ぼけ女神、何を言うてもすっとぼけや。情報の一つもよこさん。時間がない。ロキの言う通り、フレイヤ・ファミリアが鍵を握っているというのなら、オッタルたちとことを構えるしかない。団長、入ります。何かあったのか、ラウル。その、入ってくる情報は何でも知らせるよう言われてたので。構わん、言ってみろ。クノッサスとは何も関係ないかもしれないっすけど、さっき都市の西で騒ぎがあって。人型のモンスター？そうそう、昨日西区画の方で出たんだって。ハーピーかセイレーンらしいわ。例のフィリア祭の騒ぎとは多分無関係じゃないかしら。フィンは知ってるの？ええ、暇なものはそれとなく情報を集めといてほしいって伝達が来てるわ。団長も何か思うところがあるみたい。モンスターをもし見つけたら。生け捕りが好ましいってフィンは言ってたけど。もし被害を出すようなら処分するようにですって。わかった。ベートローガとデート、ベートローガとデート。ねえねえ、腕組まない？保護！星が、ベートローガの代わりに満点の星が。一応聞いてやるが、なんで嫌がる？ずっとロケファ
ファミリアのホームを見張ってたに決まってるじゃん。スター死ね。ほんと懐かれたわね。やめろ、バカ抜かすんじゃねえ。うわ、離れて離れて。ロキファミリアって可愛くて綺麗な人多すぎ。ベートローガが誘惑されちゃう。レナちゃん気が気じゃない。アホか。そいつとだけはないから安心して。それよりもベート、リーネの方には顔を出した？ちゃんとお見舞い行ったんでしょうね。ラキアが攻めてる間、山ごもりに付き合ってたんだぞ。見舞いなんか行くかっての。それにあいつ、ディアン・ケヒトに拉致られただけだろ。アミットのところで修行よ、修行。差し入れくらい持ってくでしょ、普通。今度リーネを悲しませたら許さないからね。知るかっての。だから離れてってば。モンスターが出たってのはこの通りか。そうみたい。ったく、そのモンスターが何だってんだ。どうせ鍵とは関係ねえだろ。わからないでしょ、そんなこと。今はどんな情報でも集めておくとき違う？それしかやることがねえってだけの話だろうが。何？さっきからこの嫌々だけど長年付き合ってて勝手知ったるパートナー的なやりとり。真面目にこのキャットピープルが私のライバル？なんてこった。人型のモンスターが消息を絶ったのはここ。住民たちが石を投げて抵抗する中、エルフの女の子が連れて行ったらしいわ。エルフのガキだ。ええ、せめてその痕跡だけでも見つけられたら。チッ、召集のアイテムを使ってやがる。みたいね。え、何それ。モンスターがアイテムを使うわけないし、さっきの話もそうだけど、やっぱり誰かがモンスターをかくまってるってこと？俺が知るか。にしてもなんだこのぶっ壊れた教会は。そういえばどこかのファミリアがオンボルの教会をホームにしてたって噂聞いたことがあるよ。どこのファミリアだ。レナちゃんの灰色の頭脳をもってしても思い出せないのであった。くたばれ。イケロスファミリア？ああ、最近分かったんだけど、そのファミリアが臭い。メレンの密輸の件で、イビリスの金策に関与していたのがそいつらだ。主に密輸していたのはモンスター。物好きな王侯貴族相手に、高い金と引き換えに売り払ってた。もしかして、人型のモンスターが街に出没したっていうのも、そのイケロスファミリアが。ああ、それは関係ない。え？関係なくはないけど、連中の仕業じゃない。だから心配しなくていい。でもまた人型のモンスターが現れることも。それもない。何なんだろう、この口ぶり。
まるでルルネさんたちはもう何か知っているような。とりあえず私たちは全力でイキロスファミリアを追ってる。もしファミリアの連中か神イケロスを見つけたらどうか教えてほしい。あ、わかりました。なあ、ダイダロス通りの収穫ってやっぱり話せないか？それは実はロキに口止めされていて、ヘルメス様が隠していることがわかるまではと。そうだよな。いや、いいんだ。ロキ様の言ってることはもっともだと思う。同盟を組んでるんだから、駆け引きなんかしないで情報を共有すればいいっていうのはわかってるんだけど、こっちとら厄介な案件に巻き込まれててさ。厄介な案件？私たちが今抱えてるものは何も話せない。ならそっちも私たちを勘ぐって情報を渡せないっていうのはしょうがない。いや、しょうがなくはないけど、どうしようもない。話さないじゃなくて話せない。もしかしてヘルメスファミリアは何かに巻き込まれてる？ひとまずイケロスファミリアに関してはロキ様たちに話しておいてくれ。煮え切らないでごめんな。あ、いえ、無理しないでくださいね。何が起こってるんだろう。なんだか嫌な予感がする。ディオニュソス様、飲みすぎかと。飲まなければやってられない。そうだろう。状況は停滞し続けている。手がかりを見つけては取り逃がし、何の進展もない。ロキたちを巻き込んでおきながらこのざま。私こそ道化だ。私こそアングだ。しかしそれでも前に進むしかない。そう、私はデュオニュソス。恥をさらしてでもロキたちと協力し、仇を取らなくてはならない。私の子供の仇を。行こう。ロキに呼ばれている。ヘルメスの子がうちの子に接触してきよった。イケロスファミリアが臭いっちゅう言葉を置いてってな。イケロスか。また扱いづらい神の名が出てきたな。私の記憶が確かなら、あのファミリアは。なあ、イビルスとの関与を疑われとった。ホームは随分と前から、もぬけの殻になっとるらしい。アジトを別の場所に移しとんのは確実や。ぶっちゃけな、イケロスが隠れとんのはダイダロス通り、十中八九クノッソスやろ。だろうね。イケロスらが鍵を持っとる可能性は高い。んで、ヘルメスにクノッソスの情報を渡せば、あの抜け目ないヤサ男のことや、すぐに居所をつかむかもしれん。私は反対だ。手段を選んどる段階は過ぎとると思うけどな。
目星、手がかりも限られとるのが現状や。前にも言ったはずだ、ロキ。ヘルメスはウラノスの犬。あの老人が背後にいる限り、私はあれを信用しない。せめて、その腹の内を見せなければ、交渉のテーブルに着くつもりはないよ。自分、かたくなになりすぎとらんくん。なんでそないまでウラノスを目の敵にするんや。ちょっと不自然やで。なんか因縁でもあるんか。さて、いつからだっただろうな。あの老人を気に食わなく感じ始めたのは。そうだ。確か、天界にいた時からだ。なぜかはもう思い出せないが、あれは何だっただろうか。今日は18階層まで行って、もう一度情報収集をしてみよう。モンスターが出たんだろう。おい、それと商売もできねえ。怖いわ。みんな、モンスターが怖い。当たり前、私たちとは違う。人型のモンスター、早く何とかしなきゃ。ベル、アイズさん、これからダンジョンですか？うん。あの、アイズさん、行こうか。どこか人のいないところ。すいません、時間をいただいて。うん。ずっと暗い顔してる。困ってるの？何があったの？何をそんなに迷っているの？どうしたの？アイズさんは、モンスターに、何か生きる理由があったとしたら、僕たちと変わらない感情を持っているとしたら、どうしますか？何を言っているの？どうして、そんな意味のない質問をするの？私は、モンスターが危害を加えてくるなら、うん。モンスターのせいで誰かが泣くのなら、私は、モンスターを
殺す。君は違うの。僕は…緊急警報！緊急警報！オラリオに所属する全ファミリアはギルドの支持下に入ってください。ギルドはミッションを発令します。ミッション？全ファミリアに？アキ！分かってる。ホームへ戻りましょう。18階層、リビアが武装したモンスターに襲われ壊滅。武装したモンスターで？ベートローガー、モンスターの大移動ってまずくない？バベルを突破されたら。冒険者はこれより総力を上げ、リビラを襲ったモンスターの討伐を。そんな、了解しました。放送の声、うろたえてる？何かあったのかな。改めてギルドより通達、市民及び冒険者のダンジョンへの侵入を禁止します。各ファミリアはホームで待機してください。繰り返します。市民及び冒険者のダンジョンへの侵入を禁止します。指示の変更か。ギルドも混乱して方針が統一されておらぬのか。それとも大物から横槍が入ったか、やな。オラリオ崩壊のファンファーレか、それとも僕らを導く福音か。これは一体どちらかな。待機ってのはどういうことだっての。ガネーシャの連中に任す意味がどこにある。ベート、うるさい。でも本当になんで待ってなきゃいけないんだろう。そもそもリビラが壊滅したの今までも何回かあったじゃん。どうしてこんな大騒ぎになってるの。そんなに今度の敵が強いってこと。だったらなおさら俺らが行った方がいいだろうが。少し落ち着けベート。まともなという言い方もおかしいが、単なるイレギュラーではなさそうじゃ。まあ何にせよこのまま終わることはないよ。きっと勘だけどね。あの今の事態にイビルスの残党たちが関わってるってことは。何でもかんでも状況を結びつけるのは少し安直すぎない。でもアキ、レフィアの言うこともなくはないっていうか、これだけの騒動っす。敵側が仕掛けてきた戦略っていう可能性も。イビルス残党の罠という線はない。もちろんクリーチャーたち地下勢力の可能性もない。敵はもうクノッソスに籠城し町の構え。わざわざ都市の緊張を高めて警戒させる必要もなければ、リスクを冒す必然性もない。むしろこれはあらゆるものの手から離れた意図していない事故。
ギルド、いや神ウラノスとヘルメスファミリアはつながっている。ロキの言う通り、彼らには何らかの肘が存在するのだろう。公にするつもりがない以上、今回の騒動は彼らの思惑ではない。が、情報隠蔽の動きから無関係ではないということは確実。武装したモンスターと極彩色のモンスターをイコールでつなぐのはさすがに無理があるが、今ここにはイケロスファミリアという新たなピースがある。神ウラノスたちが隠し続けていた肘とイケロスファミリアの蛮行、それが交差したがゆえの事故。そう推理するのは強引すぎるかな。全て仮定の息は出ない。どう導き出そうとしても思考が飛躍する。イケロスファミリアを事件の中心に据えるのは早急か。いや、断定した方がいいな。騒動の中心にいるのはイケロスファミリア。その前提で動かなければ何も行動を起こせない。あらゆる勢力にとって予想外に違いない今回のイレギュラー。手を誤れば僕たちは最初で最後の好機を失う。ベート、以前クノッソス内で交戦したカース使い、性別は男で種族はヒューマン、スモーキークォーツのゴーグルをつけていた。間違いないか。ああ、イビルスのローブをかぶって言いやがったが、間違いねえ。悪趣味で気味の悪い槍を使ってやがった。僕の読みが正しければ、その男はヘイザー、ディックス・ペルディクス、イケロスファミリアの団長。イケロスファミリアがイビルスに加担しているのはこれで確定事項。なら、根城にしているのはクノッサス。総員、準備しろ。ダイダロス通りへ向かう。良いのかフィン、こうも堂々と行動して。対応に追われとるギルドはともかく、クノッソスに潜む連中にわしらの動きが気づかれるぞ。隠れて行動しても地の利は向こうにある。なら、あからさまに姿を見せて僕たちを意識させた方がいい。敵に牽制をかけるということか。しかしそれでは余計にクノッソスに引きこもるのではないか。少なくとも警戒はしてくれるだろう。もし敵が神イシュタルの鍵をまだ回収できていないのなら、今回の僕たちの布陣は鍵を入手したがゆえの大攻勢と誤認する可能性もある。そして敵が僕たちを警戒してくれるなら、クノッソス内部の事態に人員を割けなくなる。クノッソス内で何か異変が起こっていると。ダンジョン内での大移動、ひいては地上進出を懸念された武装したモンスターたちは18階層から動いていない。これは希望的観測に過ぎないが、もし武装したモンスターの狙いもクノッソスだとしたら、面白いことになるだろうね。
それに僕たち以外の冒険者が見えるのもクノッソス周域が慌ただしくなっている裏付けになっている。くっそー、なんでブレイバーたちがいるんだよ。神イケロスがここに潜伏してるって情報掴んだのか。そうじゃなくてもこの人権確信して動いてるだろう。怖えよブレイバー。それにヤバいよヘルメス様、早く星を抑えないと私たちが隠してることもバレちまう。見つからない。フィンの話だと何か出てくるかもって言ってたけど、あの人はさすがに出てこない。騒々しいね、今日のダイダロス通りは。あたりを見張ってるわ。神を見つければ堂々と追っかけてくるわ。まったく旗迷惑な連中さ。ペニオ様、何か探し物かい？それとも盗み？都市の混乱に乗じてやってきたならいい根性してるじゃないか。何か喋んな。私自ら話しかけてあげてるんだよ。まったく人形みたいな綺麗な顔しちゃってさ。ペニア様は今何を？質問を質問で返すのかい？うわやだやだ、ロキは全く教育ってもんをしてないね。こんな小娘がもしファミリアにいたら私はすぐに追い出すよ。誰も私の眷属になんかなりたがらないけどね。今起こってる事件の調べ物をここでしてます。探し物があるんじゃないかって。そうかい、私の方はただの散歩さ。最近ダイダラス通りで変なことはありませんか？変なこと？例えば？怪しい人がいるとか。ここはスラムで都市の中の声だめさ。牢石を働く冒険者崩れとかバカそうな連中なんてそこら中に。モンスターとかイビルスとか何か知りませんか？知らないね。ねえケンキ、お前さんはこのダイダロス通りをどう思う？おかしなところ、複雑でダンジョンみたいで都市の中で一番変。おお、それで？あとは都市の中で一番貧しい。私からすれば潤いすぎてるよ。こんな綺麗なスラムがあるもんか。段差が多くて足が疲れる。アリアドネがないと迷っちまう。そんな不自由はあるけど些細なことさ。親もいないガキどもだって汚い身なりで笑いながら走り回ってる。誰だか知らない女神が援助しているらしいが、慈愛だの助け合いだのこの声だめにもそんなものがはびこってるよ。オラリオ自体がそうだけどね。ここは幸せすぎる。
幸せ。キラキラした連中がもっとキラキラする。逆に美しく輝いていなければいけない、そんな空気がある。私みたいなやつは息が詰まりそうで生きにくいって。昔の方が良かったよ。モンスターどもが暴れる時代はみんなみんな不幸せで、そして今以上に輝いている。今の腐り切った輝きとは違う。そう、製品。贅肉のない心はなんて尊いことか。下界の住人はね、過酷の中でこそ輝く。私が司る貧窮なんてのもその一端さ。似たような話を誰かとしたような気がしたが、どこのドイツだったかね。そうさ、ヒンクはもう少しあってもいい。そんなことない。ん？昔がモンスターが暴れていた時代が良かったなんて絶対にありえない。神と人の価値観の相違ってやつかね。こういうのも面白い。まあ、神々なんて知った風な口を聞く高慢ちきな連中さ。今を必死に生きるお前たちからすれば、見当違いにも理不尽にも聞こえるだろうよ。それでいいさ。それがいい。おやおや、化け物の鳴き声かい？ひょっとしてあんたたちの探し物じゃないかい？必死に生きな。何が待ち受けていようとも、それが神には真似できない、お前たち下界の住人の在り方なんだから。出たか。わしらより早く来とった者がおるか。あら、あれってアルゴノート君だ。またあのウサギ野郎か。まだ住民たちの身に被害は及んでいないようだな。ビーブル、例の有力なモンスターとも合致するか。まだ不可解なことはあるが、今は。団長、あのモンスターは？額の石がなくなっている。暴走状態だ。ギルドに引き渡すのは死骸で構わない。早急に処理する。ベル、ああ。
ちょっと、何よあれ。アルゴノト君？わしの目の錯覚か、あれは。フィン。何のつもりかな？何をしているの？このビーブルは僕の獲物だ！だから手を出すな！このビーブルは僕の獲物だ！だから手を出すな！つまりどういうわけ？冒険者の間でモンスターを横取りするのはルール違反。ビーブルってレアモンスターだね、そういえば。ふざけやがって。それもダンジョンの中の話だろうが、こんなところにまで持ち込んでくるんじゃねえっての。子供のわがままに付き合う必要はない。あのビーブルを追跡しろ。武装したモンスター行くね。分かってるわよ。アイズ、君はここに残れ。何かあるの？ああ、親指が少しね。気になることがある。武装したモンスターは可能な限り生け捕りにしろ。生け捕り？チッ、そういうこと言いつけやがって。あれ？ただのリザードマンじゃないみたいね。ここはてめえらがのさばっていい場所じゃねえ。モンスターのくせに随分まともな面してるじゃねえか。だが化け物は死ねえ。チャー！おい！なんか戦いにくいな。なんだろうこのモンスターの群れ。アッシュ！しろけ！そうそう、こういうの待ってたんだよ！
くよ。見て見て、やったー。バカティオナ、団長は生け捕りにしろって言ったでしょ。あ、何あれ。モンスターがモンスターをかばってる。ありえない、モンスターが助け合い。そんなわけ。みんなは、フィンは気づいてるの？ベルは、どうして？ミノタウロス。この調子に乗ってんじゃねえぜ。ひき肉にしてやる、この牛野郎。リベリア、決壊！ビアシルヘイム！生け捕りはもういい。やれ、アイズ。わかった。テンペスト。エアリエル。なんて強い、なんて怖い、なんて恐ろしい。そうだ、これがモンスター。私は何も間違っていない。モンスターは殺さなくちゃいけない。レフィア、急げ。ビーブルを見失うぞ。
ブルーキーの野郎、あんな奴だったのか。こんな時に金儲けなんてふざけてるわ。何を考えているんですか、あのヒューマン。金儲けを企む意地汚い冒険者、ありえるわけないじゃないですか、あのスーパースケコマシヒューマンが。だからきっと何かがある、あんなことをしなきゃいけなかった何かが。もう、どうして私があなたのことを心配しなくちゃいけないんですか。いたぞ、他の冒険者も来てる。俺たちが接近して回り込む。レフィーア、お前は詠唱してここから撃て。はい。ファイアボルト。魔法を撃った、冒険者相手に。ダブル、ちょっと本気、てめえふざけんなよ。撃ちなさい、リトルルーキー。な、なに、ゴー。うわー。何のつもり、何をしているの。そんなことをしたら、あなたが。リトルルーキー、てめえ血迷いやがったか。そんなにドロップアイテムが欲しいのか、クソ野郎。車線に割り込んだ。マリオ。してあなたはモンスターをかばっているんですか。待ちなさい、ベルクラネル。訳を、事情を説明しなさい。
神イケロス、繰り返すが時間がない。僕たちの質問に答えてくれ。って言ってもよ、お前たちクノッソスのこと知ってたんだろう。俺が話すことなんてねえんじゃねえか。今はギルドも大騒ぎになっとるけど、連中が来たら自分はお縄や。引っかき回すこともできんくなる。ここでゲロっとけ。そう睨むなよロキ。それに引っかき回すなんて心外だぜ。単刀直入に聞く。あなたはクノッソスの鍵を持っているか？持ってねえ。本当だ。イシュタルの件もあって、クノッソスを出るんならってイビルスの連中に取り上げられちまった。イビルス残党の規模は、いくつのファミリアが存在する？知らねえ。タナトスの元に集まった寄せ集めだからな。俺は寝床代わりにクノッソスを利用してただけだし、すれ違うくらいで興味もなかった。ただファミリアの単位で考えるならタナトスの派閥だけだろうな。エニオ、そう名乗っとる奴に覚えはあるくん？ああ、エニューを？覚えがないぜ。そんなふざけたこと抜かす神なんざ。知らんばっかりやないか。なんでイビルスの連中に加担しとったんや。なりゆきだな。俺が知ってるのは、ダイダロスの子孫が千年かけて執念で作り上げた代物ってことくらいだ。あの魔窟の成り立ちは理解した。ではダイダロスの一族を魅了し狂気に駆り立ててきたというその手記の在りかは？クノッソスを網羅する設計図はどこにある？ブレイバー、お前本当にあの馬鹿げた迷宮を攻略するつもりでいるんだな。俺は持ってねえ。本当だ。持ってたのはディックスさ。恩恵の反応が消えたってことはもう死んじまったんだろう。誰かが持ち去ったか、あるいはクノッソスのどこかに落ちてるかもしれねえな。神イケロス、最後の質問だ。武装したモンスター、あれは一体何だ？なんだってなんだよ。お前は何が聞きてんだ？感情があるのか、知性ではなく知能があるのか、共同体を形成しているのか。あのモンスターは僕たち人類と意思疎通が可能なのか。わからねえ。俺が檻に捕まっていたモンスターに喋りかけようが手を振ろうが連中はなんも答えちゃくれなかった。ヘスティア・ファミリア、ベルクラネルとあのモンスターたちの関係は？さあ、あのビーブルと仲良くでもなっちまったんじゃねえか？デフィア、今ヘスティア・ファミリアの監視中なんだ。しっかりしてくれ。しっかり見張ってます。いや、そういうことじゃなくて、このいたたまれない空気をだな。
クルスさん、レフィーアのやつどうしたんですか？あの事件から様子が変じゃないですか？俺もわからん。身にまとうオーラが恐ろしくて聞けないが、エーリンママよ。おいレフィーア、いい加減にしろ。レフィーア、何をそんなに怒ってるんだ。いい加減話せ。別に怒ってなんかいません。ならその部長面を何とかしろ。だって私が、私たちロキファミリアが悪役みたいじゃないですか。あのヒューマンは何も話そうとしませんし、だから私だって何もわからない。レフィーア、おい、どこに行くんだ。出てきなさい。出てこい。いるのは分かっています。早くさっさと私の前に現れなさい、ベルクラベル。どちら様でございますか？こんな守ってあげたくなるような人を使わせて両親を咎めさせようとするなんて、なんて卑劣な男。このベルクラネルを出してください。いるのは分かっています。今ベル様はご体調が優れないでいて、ご用事でしたら私が受けたまわります。ベルクラネル、私と会って全て説明しなさーい。ゴー、春姫殿、お逃げください。やはり問答無用の実力行使、リリの勘は当たっていました。これだから冒険者は信用ならないのでしょう。ピー、そんなこと言ってる場合か。早く締め出せ。ベル君を守るんだ。わっ、こら、ベルクラネル卑怯者。何やってんだよレフィーア。あなた本当にエルフなの？リベリア様が泣くわよ。ロキファミリア、何やってんだよ、怖えよ。サウザンドエルフ、本当やっべえよ。ベルクラ、武装したモンスターは必ずここへ現れる。各班、情報収集を行いつつ警備を徹底させろ。行け。はい。フィン、住民の避難はどうする？我々が集まっているせいで不安が広がっているぞ。避難誘導はギルド職員に任せ、事件解決のための作業を進める。でなければ効率が悪い。僕の考えが正しければここは再び戦場になる。武装したモンスターは18階層で目撃された後、突如ダイダロス通りに現れた。疑いようもなくクノッソスを経由している。イケロスファミリアが倒れた今、
彼らの鍵を持っているのは九段のモンスターたちに間違いない。必ずこれを手に入れる。リベリア、何をしている？地下水路の方へ向かって指揮を取ってくれ。人手が足りない。フィン、僕と君が固まっていては効率が悪い。ガレスの方にも指示を。フィン、焦りすぎだ。この機会を逃せないのは分かっている。だが何をそんなに急いている？お前らしくない。団員の前で虚勢を張るのは理解できる。だが私の前で上面で話すのはやめろ。僕はいつも通りだ、リベリア。よくも私の前で言えたな。では最後の睡眠はいつ取った？モンスターに逃げられてからこの4日間、お前がこの本陣から離れたところを私は見ていないぞ。僕の場合はスキルでどうにでもなるなどとつまらない言い訳はするなよ。神イケロスの事情聴取から一体何があった、フィン？一度休め。お前のあらは命令を聞くラウルたちにも波及する。わかったよ、リベリア。今出している指示が一段落した後、一度仮眠を取る。これでいいかい？言っておくが、お前が寝るまでベッドのそばで私が見張っているからな。君が子守歌を歌ってくれるって？それは光栄だけど、アリシアたちに恨まれてしまいそうだよ。いいや、歌うのは私ではない、ガレスだ。それは困ったな。おかしくていつまでも寝れそうにない。リベリアに冗談を言わせるなんて参ったな。極めつきだ。相当にやられてる。らしくない。無様なほどに。団長、ギルドの使者が訪ねてきました。ギルド長本人です。わかった。通してくれ。よし。条件を飲んでやる。神ウラノスには、私から言い含めておこう。ただし、出し抜こうなどとは考えないことだ。変な真似をすれば、私は即お前たちから手を切るからな。ああ、約束するよ。やれやれ、あの男も相変わらずだな。僕はロイマンを信頼はしていないけど、信用はしているよ。利害次第で交渉できる分分かりやすい。よかったのか。クノッソスの情報はともかく、鍵まで譲る約束をしてしまって。鍵は複数あると神イケロスから聞いている。一つでも僕たちの元に残ればいい。フィン、戻ったよ。ああ、見回りご苦労アイズ。何か変わったことはあったかい？あの子が、ベルが、ダイダラス通りに来た。動いたか。フィン、やはり、ベル・クラネルを疑っているのか？事件の重要参考人だとは確信している。あの日退治した冒険者は、僕が知るベル・クラネルではなかった。もしあの武装したモンスターに何かあるのだとしたら、ベル・クラネルがその何かを知っている上で気候に走ったのだとしたら、あの日の出来事も一応の説明がつく。そしてそれは、僕たちと対立せざるを得なかった何かだ。リベリア、この場を任せた。
何？目立ちたくないし警戒もさせたくない。ベルクラネルに会ってくるよ。リベリアに指摘された通り冷静さを欠いている。ではそれはなぜだ？何が何でも鍵を入手しなくてはならないから？都市の存亡のため？あるいはファミリアの仲間を殺されたから？もちろんそれらはあるだろう。だが今最も僕の心をかき乱しているのは、ベルクラネル。ねえ見て、リトルルーキーよ。逃がしたモンスターを追ってるのかしら。さすが上級冒険者様だぜ。あれだけのことをしておいて、ギルドの懸賞金にも目がねえらしい。ふざけんなよ。ベルクラネル。装備は護身用のナイフだけか。この状況で随分と軽装だね。まるで今の都市に危険はないと確信しているようだ。一人かい？ちょうどいい。二人で話がしたいんだ。やあベル君、奇遇だね。こんなところに突っ立って、もしかして迷ったのかい？それともベル君もダイダロス通りで情報収集かな？おっと、ブレイバー、お取り込み中だったかな。神ヘルメス、僕の介入と怪獣を拒むか、確定だな。神ウラノス、ヘルメスファミリア、ベルクラネル、彼らはつながり、武装したモンスターを囲っている。いや、もう済んだよ神ヘルメス。僕はもう行かせてもらう。ベルクラネル、鍵は持っているかい？え？いや、知らないならいいんだ。忘れてくれ。武装したモンスターとの関係図は大方見えた。そしてベルクラネルは鍵を所持していない。が、ベルクラネルに探りを入れておいて、僕も動揺している、か。もしも僕の考えが正しいのなら、本当に馬鹿げたイレギュラーだ。武装したモンスターは人類と同じ知的生命体。人と同じ心を怪物が持っていると仮定すれば、全てが説明できてしまう。神ウラノスたちが隠蔽しようとしているのもうなずける。これが明るみに出たら最後、世界は揺れる。少なくともモンスターをほふることをためらう冒険者が現れるだろう。オラリオはこれまでのように機能しなくなる。だがそんなことはどうでもいい。ブレイバーにはモンスターを撃つ以外の選択肢など存在しない。そんなことはどうでもいい。
そのはずなのになぜこんなにも動揺している。間抜けな呪文を繰り返すな。もう分かっているだろう。フィンディムナは人工の英雄だから。もしもブレイバーが彼と同じ立場だったなら、あんな愚行は絶対に犯さない。あるいは、だからこそ、僕は。そうか。この感情は、眩しいだ。フィンディムナは、ベルクラネルを、人工ではない英雄の可能性を、眩しく思っている。厄介だな。いっそ劣等感なら乗り越えることもできたのに。フィン?本当にフィンディムナ?ブレイバー、一族の英雄!僕、いつもあなたのことを応援していて、いつもあなたのようなパルームになりたいって、そう思ってて、だから、それは光栄だ。君のような若い同族にそう言ってもらえるなら、僕はもっと冒険に励み、誇りを持って戦うことができる。僕は背が低くて力も弱くて足も遅くて、個人のみんなにもバカにされるんですけど、それでもあなたの冒険を聞くたびに勇気が出るんです。オシア、何やってるんだ。早く戻ってこい。ライ、見てよ!フィンだよ!本物のブレイバーだ!ブレイバー?オシアン、一人でどっかに行くな。今、冒険者たちがここにたくさん集まってきてるの、知ってるだろ?逃げたモンスターはいるのかもしれない。ねえ、フィンは?お兄ちゃんとは、ベルクラネルとは違うよね。おい、オシアン。だって、みんな言ってた。お兄ちゃんはお金のために、他の冒険者に怪我をさせたって。ベルお兄ちゃんのせいで、モンスターが逃げて、今もみんな怖がってるんだって。ベルお兄ちゃんもこのダイダロス通りに住み着いてるコロツキと一緒なんだ。おい、取り消せよ。彼は決して利己的な冒険者じゃないと僕は思う。僕は彼を、ベルクラネルを尊敬しているよ。彼の冒険に魅せられた一人として、今もね。でも、ベルお兄ちゃんはモンスターを逃がして、みんなを危なくさせてるって。何か譲れないものがあったのかもしれない。たとえそれが抱きされるべきものであったとしても。彼は選んで、決めたんじゃないかな。自分が信じたもののために。何が正義で何が悪か一概に決めつけるのは難しいことなんだ。ライクーン、みんな、彼女は北条の女主人の。マリアさんが心配してるよ。みんな帰ろう。うん。行かなくていいのかい。
はい、冒険者様にお礼を言ったら私もすぐに戻ります。お礼を言われるほどのことをしたつもりはないけれど、ベルさんのことで悩んでいたライ君たちにお話をしてくれました。おかげでベルさんのことを嫌わないでくれると思います。だからありがとうございます。僕もそろそろおいとまさせてもらうよ。やらなきゃいけないことがある。ええ、頑張ってください勇者さん。僕はベルクラネルと敵対する側だよ。それでも応援するのかい？はい、だってベルさんもフィンさんも子供たちの英雄ですから。アイズターン。ティオならが心配しとるで。なんか思い詰めとろうって。ごめん。何しに来たの？様子を見に来たんや。一人黄昏とるアイズタンを。フィンもなんか揺れとるみたいやけど、こっちの方が心配になってな。なあアイズタン、さっきドチビと少年におったやん。あの後な、少年からは何も聞けへんかったんやけど、ドチビの方からおもろい話を聞き出したんや。聞くか？聞きたくない。そうか。ほな、別の話や。自分、ちょっと前にある話聞かせてくれたやん。さらわれたドチビを追いかけて、ベオル山地で遭難した時、あったやろ？そこで助けてもろたっちゅうエダスの村。竜の鱗を祀っとるって話、今どう思っとる？アイズ、自分はどっちの道を選んでもええ。自分にはその権利がある。せやからいっぱい悩み。うちらの言葉なんて今聞いても惑わせるだけや。どんな答え出しても、うちはまた自分とジャガマル君買いに行ったるわ。ロキ。なあアイズ、あの少年おもろいな。最初はドチビの子のくせに生意気なぐらいにしか思っとらんかったけど、ありゃあおもろい。本物のアホな子や。あの色ボケが夢中になっとるのもちょっとわかった。ほんでも負けんでほしいわ。アイズにもフィンにも。フィンも迷ってる。もしフィンがベルと同じことを言ってモンスターを殺すことをためらうなら。私はあの人たちに逆らってこの炎の言いなりになる。どれくらい寝ていた？きっかり1時間だ。もう少し夢の中におればいいものを。働き詰めだったのだろうが。クノッソスの扉をダイダロス通りの南東位置に発見した。
これで我々が抑えたのは4つ。地下の隠し通路はくまなく探した。おそらくはこれで全てじゃ。残りの出入り口はダンジョンとつながっているか、あとは隠し通路自体が一本道として独立しているかじゃな。さすがにこちらは網羅しきれん。そうか。リベリア、ガレス、聞いてくれ。僕が予想する今回の事件の全容だ。お前の話が確かだとして、リーチのあるモンスターをかくまうウラノスの一派の狙いは？今回に限って言えば、モンスターたちのダンジョンへの帰還だろう。対極的、いや、最終的には神ウラノスは何を目論んでおる？さあ、人類とモンスターが手をつなぐことだったりするのかな。馬鹿げておるぞ。人類とモンスターの融和などという無双は置いておくとして、今回限りの休戦、リチあるモンスターとの取引は可能ではないか？ありえない。鍵を手に入れるためモンスターと結託する、確かに有効かもしれない。だがその後は？団員たちの士気は下がらないか？離反する者は？ファミリアの中には家族や恋人、仲間を奪われた者が数多くいる。モンスターを憎悪する彼らを納得させることは本当にできるのか？何より彼女は、合図は僕の決定に従うか？無理だろうな。そう、ありえない。最悪クノッソスをめぐる今の状況でなければ一行できたかもしれないが、今だけは不可能だ。さらに僕らがモンスターと交渉するため、神ウラノスたちの真意を一度でも組みしてしまえば、僕らの生殺与奪の剣を握られることになる。今回のベルクラネルのように追い落とすことは容易だ。僕は人工の英雄で、ブレイバーは大衆の英雄。ベルクラネルのように今まで培ってきた名誉を失うわけにはいかない。一族の再興、この野望に背くことはできない。嘘をつくな、ディムナ。団員の士気、ファミリアの恨み、そんなものは建前だろ。両親をモンスターに殺され、パルームの再興を誓ったあの日、モンスターとの共和は、あの始まりの日に背くこととなる。それはフィンの全否定だ。僕には、ディムナには、それだけはできない。フィンを否定することだけは絶対に。わかった。お前の判断に従おう。すまない。バカ者、なぜ謝る？
お主の言うことはもっともじゃ。何も間違ったことは言っとらん。じゃがそうなると、やはり衝突は避けられんな。戦場はダイダロス通り。わしらが鍵を手に入れる上で障害となるのは。モンスター以外には、ヘルメスファミリア、そして、ヘスティアファミリアか。ベルクラネルは迷わなかったのか？人々の信頼を、冒険者たちの信用を、地位と名誉、怪物の命と天秤にかけなかったのだろうか。もし同じ立場だったとしたら、僕なら切り捨てた。野望のために、怪物を犠牲にしただろう。いっそ僕も、そうであれたなら。驚いたな。こんな破滅願望があったなんて。ん？フィン。なんでもないよ。所詮この身は人工の英雄。すべてを利用し、すべてを切り捨ててでも、一族の光になる。こんな正体を知れば、失望されるかもしれない。幻滅されるかもしれない。それでも乗り越えてみせるさ。作戦会議を開く。ラウルたちを集めてくれ。僕たちロキファミリアの注意をベルクラネルに引きつけると相手は考えているだろう。ベルクラネルを陽動に使い、武装したモンスターたちはクノッソスへ侵入しようとするはずだ。そこで僕たちは別の場所に網を張っておく。注意を割くべきはベルクラネルとは真逆の方面だ。おいフィン、本当にウサギ野郎、化け物ともと繋がっているのか。機嫌が悪そうだな、ベート。うるせえ！少なくとも、ベルクラネルは利用される立場にある。彼の意思か、語られているかはともかくね。レフィーヤ、なんかあったんすか？さっきからめちゃくちゃ恐ろしい波動が。知らないわよ。何より留意しておかなくてはならないのは、あの黒いミノタウロス。あれの突破力は手負いだとしても油断できない。ティオナたち3人がかりでも突破された相手、合図の風でさえも仕留めきれなかった。もうそれって真相の回想主と同じですよね。私たちじゃ絶対にかなわない。それが本当なら由々しき事態だわ。あの黒いミノタウロスだけは必ず仕留める。あれでまだ発展途上というのなら危険だ。いずれ脅威になるだろう。18階層から地上、武装したモンスターの経路から行って、敵は間違いなく鍵を所持しているはずだ。発見したクノッソスの入り口は全て死守。ダイダロス通りに各団員を配置し罠を張る。ここまでが表向きの作戦。本命の作戦は、武装したモンスターをおとりにし、イビルス残党をクノッソスから釣り出す。
武装したモンスターは鍵を所持している。これはクノッソスに籠城するイビルス残党からしても見過ごせない要素だ。僕たちがモンスターを倒せばミスミス鍵を渡してしまうことになる。傍観の選択はありえない。待ってください団長。それってつまり自分たち以外の勢力を全部敵に回すってことじゃ。武装したモンスターにヘスティアファミリア、それにクノッソスの勢力、三つどもえどころか四つどもえ。それが最低限、状況により五にも六にもなる。作戦の二面展開、モンスターの行動を制御しつつイビルスを誘い出し、これを全て掌握する。つまりすぐにモンスターを仕留めてもダメ、取り逃がしてもダメ、本命を釣り上げるまで生かさず殺さずをしろってことよ。なんかいきなり難しくなってない？それってモンスターを逃がさないようクノッソスを守りながらクノッソスから出てくるイビルスにも対処しろってことじゃ。ああ、完全な、それでいて極悪な強撃状態だ。それでも実践してもらう。武装したモンスターこそが籠城する敵を釣り出すための契機にしてさ、これが僕たちにとって最初で最後の好機だ。隠し通路内で発見した4つの扉には十分な戦力を配置する。指揮はリベリアとガレス。今日まで消極的な行動を取ってきた敵も今回ばかりは嫌がらせをしてくるだろう。気をつけてくれ。ああ、うん。第一目的はあくまで鍵の確保だ。モンスターとイビリスの殲滅は最悪二の次でいい。全員この鍵の形状を忘れるな。あれ、フィン鍵持ってるじゃん。本物を真似て作ったレプリカよバカ。君たちが危惧している通り、今回の作戦は非常に高度かつ危険と困難が伴うものとなる。だがそれがどうした。クノッソスで散った仲間の姿を覚えているか。覚えているなら僕たちは不可能をも覆し、理不尽をも打ち破る。違うか。はい。そしてもしイレギュラーを引き起こすとしたら、それは彼だろう。決して油断するなよ。見逃すな。あの冒険者はこれまでのように僕たちの予想を飛び越えてくるぞ。フィン、それって…ああ、ベル・クラネル。リッチのあるモンスター、ん？ああ、それが今回の事件の原因であり、ウラノスたちが隠していた肘だ。それで私に情報を提供してあなたは何がしたいわけ？フレイヤ様、俺は今のベル君の現状を憂いている。いろいろ奔走するつもりではあるけど、どうかあなたも手を貸してくれないだろうか。あなたもあの白い光が失意なんてくだらないものでついえるのはごめんだろう。イシュタルとの交渉の際、あなたが私に何をしたのかもう忘れたの？ならばどうか見守っていてほしい。
そしてもし俺を信じて任せてくれるなら鍵をもらい受けたい。何をする気？舞台を作るのさ。英雄が戻ってくるためのね。ロキには渡さず、ヘルメスに渡す。正直この男は信用していないけれど、でもそうね、あの子が乗り越えるとしたら、こっち。オッタル、鍵を。いいわ、あなたにあげる。ありがとう、フレイヤ様。それじゃ、俺は行かせてもらうよ。ヘルメス、全部わかったつもりでいて、足をすくわれないようにね。あなた様に、ですか？私じゃないわ。あの子に、よ。人工の英雄なんて私はいらない。もう見飽きてしまったもの。私が見たいのは、いいえ、世界が欲しているのは未知なる英雄。きっとね、下界の停滞を打ち破るのに必要なのは、神々も裏切る異端の英雄なの。団長、ヘスティアファミリアが動きました。そうか。各団員に通達。遠くないうちにことが起こる。部隊を作戦通り展開させろ。ベルクラネルの件は合図に一任した。不安要素もあるが、今の合図ならやりきるだろう。ならばあとは僕がファミリアを信頼し、この局面を制す。それだけだ。雨も止んだか。なんだ！来やがるか、モンスターども！始まるか。フィルビス、ロキファミリアの動向を追え。はい、ディオニュソス様。さあ、海戦と行こう。迷っちゃいけない。フィントももう約束した。私はベルを見張るだけ。アルミラージが出たぞ。あっちだ、追い込め。ベルはモンスターの出現と逆方向、何か仕掛けてくる。消えた。こっちだ。違う。何やってるんだ。ちゃんと探せ。いる。きっと透明になってる。気配はあっち。剣気。手合わせを願いたい。今ここで。私もまた日陰も、このような状況でなければあなたと剣を交えることもできない。すまない、応じてもらいます。アルミラージが南に出現したそうです。南東部にもモンスターの目撃情報が多数。
誤認情報が錯綜しているみたいで、周囲一帯混乱しています。陣形は乱さないで配置を守るよう徹底させて。リーネ、あまり無茶しないでね。いいえ、アキさん、私も力にならせてください。じゃないと何のために生き残ってここに立っているのか分かりませんから。あのクノッサスを打ち勝つために私も。分かった、お願いね、リーネ。リーネのおかげで予想以上に士気は高い。クノッサスの生存者は今回の戦いに限って言えばそれだけで意味を持つ。無理を言って参加させた甲斐があった。カース対策の一面もあったが、おそらく今回は杞憂で終わる。現状の地上戦、ベルクラネル以外ヘスティアファミリアは全員監視を振り切った。主審さえもマジックアイテムの力か、ダイダルス通りの地理を利用したか、どちらにせよ今は敵が自由に動ける時間。先行は譲ろう。ベルクラネルは南東に移動しているようです。あと合図が追跡できていないようで。ベルクラネルは陽動だ。合図に任せて無視しろ。南と南東はまだ動かなくていい。それより西が匂う。リーネ、北西にいるティオネたちに98番街まで移動して網を張るよう伝達しろ。はい。気になるのはこちらの見張りや石膏にことごとく相手が引っかからないこと。手の内が読まれているのか。いや、もっとずるい感じがするな。黒いミノタウロスの情報は？まだ入っていません。そうか、陣形は維持だ。少し様子を見る。こちら側はまだいい。まだ予想の範疇。問題はあちら側だ。来るぞ、モンスターだ。クノッサス、南西の門からモンスター大軍です。モンスターの流出は止まりませんが、まだ門は開いています。今なら無理やり内部に侵入することも。やめろ、罠だ。迷宮に入ったが最後、閉じ込められてなぶり殺しにされる。証拠に食人家のみで残党の一人も出てこんわ。これが強撃か。ピンの休め、少しは楽な作戦を選べ。リベリア様、モンスターの増援が。敵側の動きを捉えるどころではない。このままではたとえイビルスを釣り出したとしても。耐えろ。そしてアリシア、動じるな。お前の動揺は他のエルフにも伝わる。大木の心を持って戦え。はーい、ご苦労様。イケロスたちがやらかした件は確かに予想外だったけど、そっちの作戦は読めるよ。大方、喋るモンスターたちが持ってる鍵を餌にして釣り出そうっていう腹でしょ。こっちはモンスターを吐き出すだけ。そうすればあっちは勝手に自滅。
あー楽な作業。戦いなんかに精通してない俺でもできるよ。あ、どんどんモンスター出しちゃって。はは。この状況じゃロキファミリアでも対応できない。まごまごしてる間に別動隊で鍵は回収させてもらうよ。こっちにあっち、まさに強撃。板挟みは辛いね、ブレイマー。うわ、さすが団長、本当に戦闘が起こったっす。作戦の二面展開、どんな敵と戦うことになるかわからないっす。自分も気を引き締めていかないと。ラウル。え、団長、どうしてここにいるんすか。指揮の方は。モンスターの本体が南東に現れた。黒いミノタウロスのだ。合図と合流してこれを一気に叩く。はい。それとラウル、クノッソスの扉の守りはどうなっている。発見した北西と北東、南西に南東の4カ所でガレスさんたちが見張ってるはずっすけど。そうか、僕は先に行く。周辺一帯のものを集めて、ラウルたちも南東へ向かってくれ。わかりました。あれ？でも団長、武器の槍はどうしたんすかね。響く十二時のお告げ。ラウル。報告！西の部隊が南下、それと重なってモンスターの大軍が西から出現しました。西の部隊ってラウルさんの守備隊？どうして？アキー、団長の指示で部隊を動かしたから一応共有を。って、うわぁ、団長が二人いる。ラウル、どうして勝手に動いてるの。でもさっき確かに団長が来て直接指示を出しに来たっす。団長はここから一歩も動いていないわ。やられたな。そうか、ヘスティアファミリアとアポロンファミリアの大ゲーム。あのパルームの裏切り、あれがもし変装、いや変身の類だとすれば。あの子の仕業かな。団長、切り替えろ、敵が来る。ティオネたちを呼び戻して残っている守備隊と攻撃だ。リーネ、敵の進路は。はい、直進。西の地点からまっすぐ東へ進行しています。直進？西に現れた以上、北西かあるいは南西に進路を転ずると思っていたが、まさか僕たちの知らない扉があるのか。神イケロスはダイダロスの手記の存在にも触れていた。クノッソスの設計図、
敵はそれを持っている。まずいな。親指のうずきもない。知れず勘に頼りすぎていたか。おい、フィー。ロキ、どこへ行っていたんだい。いろいろや。それより、なんか考え中か。ああ、少し慢心していたようだ。今は放っておいてもらえると助かるんだけど。そうか。ほな、一言だけ。フィン、見極めろ。誰のもんでもない。自分の目でな。その後の判断は自分に任せるわ。うちはもう口出しせん。ロキの真意はわからないが、今は陣形を変更する。地下通路南西にいるガレスたちを移動。モンスターの迎撃予備隊に。団長、いいんですか。地下の部隊を動かせばイビルスの動きを抑制しにくくなりますけど。モンスターたちがクノッソスへつながるルートを把握しているのなら、全ての前提は覆る。本命を釣り出す餌そのものを取り逃がしたら元も子もない。なら仕掛けるのは地上戦の方だ。わかりました。後手にならざるを得ないとはいえ、攻めを譲りすぎたか。臆することなく仕掛けてきた。ベルクラネルといい、本当に君たちは僕を困らせてくれる。本人は嫌がるかもしれないが、僕と彼女の思考は似ている。だとすれば次の動きは。アキ、舞台を一つ預ける。出てくれ。構いませんが、団長の補佐はどうします。ラウル、君が代わってくれ。了解っす。アキ、こちらの作戦は助裁ない君にしかできない。今から言う場所に網を張れ。ロキ、どこへ行っていた。ちょっとギルドのとこへな。何、まさかウラノスのところか。どうやろうね。まったく、この状況どう見る。んなもん知らんわ。神の鏡か千里眼でも使わんと、どこで何が起こっとるか何もわからんやろ。ただ探り合いはもう終わりやろうな。こっからはガチの戦争や。あなたは。あいにく名乗ることはできない。そしてこの闇討ちまがいの所業を許してほしい。あなた相手に様子見などできない。最初から全力で行く。この光、メレンの時あの人と同じ。違う、この人はイシュタルファミリアなんかじゃない。私はこの人と一度戦ったことがある。ふっ。悔しい。
を両手に、剣気は二刀流。バカな、聞いたことがない。一体何の意図が。本当に悔しい。あの時みたいにこの人と私のレベルが開いてなかったら、もっと接戦になっていたのに。こっちでよかった。剣なら手加減できなかった。ごめんなさい。五年ですか。差を開けられてしまった。申し訳ありません、クラネルさん。ベートさん、持ち場を離れてどこ行くんですか。何も見えねえ。だが駆け抜けてやがる。透明にでもなってんのか、ウサギ野郎。てめえか、吠えやがったくせに。何やってんだあのウサギ野郎。俺には何も関係ねえがな。人影はねえ。音一つなくなりやがった。が出てこい。姿は消せても匂いは消せねえ。さっさとしろ。一人じゃねえだろ。他の連中も出てこい。私は一人です。ふざけたこと抜かしてんじゃ。私は一人です。だからあっちに行ってください。早く。メレンで一戦やったアマゾネスと、その中にいたルナール、何もできねえで震え上がってたザク。戦えもしねえやつが生きがってんじゃねえ。どけ。嫌でございます。潰すぞ。来ません。ならくたばれ。牙を剥きやがって。ザコが何もできねえくせに覚悟はできてんだな。調子に乗ってんじゃねえぜ。
娼婦みてえに尖ってんじゃねえ。威勢だけがてめえ。大きくなれ。その力にその器、あまたの財にあまたの願い、金の音が告げるその時まで、どうか映画と幻想を。打ち出の小槌。ちょっとはマシになった面構えに免じて。次から次へと雑魚に吠えやがって。かわいい妹分にちょっかい出すやつは許しておけないよ。来いバカ女、湧いた頭ごと蹴り潰してやれ。何人やられてんだ、おい。ダメです。ゼノスはいません。おそらく交流地点にいたところを冒険者たちに発見されて。はい。交流は諦めて、ここからまた撹乱を。団長の予測通り、南から東に抜けてきたわね。あっ、サポーター君、どうしたんだ？何かあったのかい？冒険者がいます。バレるのでしばらく更新を切ってください。うん、わかった。なんでバレた？どうしてリリの魔法が？あなた、一人だけ匂いがしないわ。消臭のアイテムよね。ベートと調べてた時も感じたけど、西の通りでモンスターをかくまったのもあなた。隠密中ならまだしも、集団の中にいるひどく浮く。たったそれだけの手がかりで。あとは今のあなた、ラウルを語った団長と背丈が一緒。ついてきてもらうわ。ベル様、レフィーアがいない。嘘だ。本当か？ロキファミリアの様子が。おい、何があった？うわっ！ってなんだ、マイナですか。武装したモンスターが東で確認された。西の騒ぎはおとりだ。あっちを守っていた部隊は壊滅したらしい。他の冒険者たちと一緒に、きっとあの黒いミノタウロスが関わってる。今地下に潜られたらヤバい。お前も手伝ってくれ。わかった。こいつら、クモスサスに出てきた六本足。はぁ、モンスターだ！モンスターが出たぞ！団長、水雲のモンスターが東に現れました。
クノッソスに出てきた新種っす。明らかに僕らだけを狙った動き、仕掛けてくるか。敵が動くぞ。モンスターの目撃情報が上がった東を抑えろ。先を越されるな。見つけたぞ。ありました、タナト様。この私めがモンスターから鍵を取り返しました。これでクノッソスは安泰。かかれ。な、ロキファミリア。団長の読み通り、やっぱり冒険者に紛れてたわね。なぜだ。貴様らはモンスターに対処するため東へ進軍したはず。団長たち本人が出した情報は罠よ。あなたたちを釣り出すための。罠？そう、あなたたちにちゃんと聞こえるように味方も全員騙した。あなたが奪い返したその鍵もただのレプリカ。気づかなかった？第一目的はあくまで鍵の確保だ。モンスターとイビリスの殲滅は最悪二の次でいい。全員この鍵の形状を忘れるな。あれ？フィン、鍵持ってるじゃん。レプリカよ、バカ。バカな、バカな、バカな、バカな。ならばこのモンスターもおとり。ありえない、ロキファミリアとモンスターが凶暴だと。響く12時のお告げ。本当ならモンスターを捕まえてあなたたちを炙り出すつもりだったけど、手間が省けた。協力ありがとう。便利ね、その魔法。連れてこられたと思ったら協力しろって、一体何なんですかこれは。あなたたちは何をしているんですか。地上に現れたモンスターを殲滅しようとしているんじゃないんですか。ああ大丈夫、心配しないで。これはあなたたちが関わっているのとは別件だから。あ、もしかしてロキファミリアは、フィン・ティムナは、リリたち以外にも複数の勢力を相手取ってる。何ですかそれ、意味がわからない。無関係なあなたを巻き込んで悪いと思ってる。でも私ね、結構怒ってるんだ。あなたがよりにもよって最低な方法でラウルを騙したから。ラウルにとってフィンデムナは裏切れない象徴。たとえ偽物だってあのバカは敬意を忘れない。あなたはそんな団長になりすましてラウルを語ってみせた。ええ、私はすごい怒ってる。だからこれでおあいこ。利用してごめんなさい。もう行っていいから。たとえ今は敵だとしても私たちの事情に巻き込むのは本意じゃない。
本当に。君の勇気に敬意を表して見逃す。だが次はない。だって。じゃあね。次は私も見逃さないから。知ってることを聞き出さないで、本当に良かったんですか、アキさん。覚悟を決めてるパルームが厄介だってこと、私たちが一番よく知ってるでしょ。尋問も拷問も時間を浪費するだけ。だからこれでいい。でも、あなたは別。待たせたわね。鍵、持ってるでしょ？あなたたちだけは、クノッソスへ帰る手段がないと、別動隊として機能しない。もしここに来る前にどこかへ隠していたなら、無理やり吐かせる。この命、タナト様のために！自爆なんてさせない。あまり手間をかけさせないで。私、こういうのは不慣れだから。でも、変な希望は持たないでね。猫って結構残酷になれるらしいから。食人か、来ます。矢を撃て。アリシアたちは栄翔。戦闘が始まってすでに3時間。戦線を維持しても浪費するのみ。このままでは。ヌベリア。来たか。やったのか。ええ、手に入れてやった。鍵よ。よくやった。あとは任せろ。うん、信じてる。行くぞ。モンスターの重りは終わりだ。はい。レフィー、準備はいいの？はい、行けます。解き放つ一条の光、聖木の湯柄、汝弓の名手なり。狙撃せよ妖精の射手、うがて必中の矢。アルクスレイ。突撃。ファミリアが撃って出てきました。攻めた攻めた
攻めてきた？嘘、なんで？ありえなくない？え？所作あるの？博打じゃなくて？隙をつかれた。攻めてくるなんて万が一にもありえないっていうおごりを。ロキファミリアを笑っていた俺の油断を。嘘でしょ、ブレイバー！レビスちゃん呼んで。マジでヤバい。やらされる。団長、リベリアさんがクノッソスに侵入したそうっす。よし、守備隊の配置を変更。ガレスの部隊を反転させろ。武装したモンスターの追跡は一時中断。リベリアたちが開けた南東の扉を確保だ。準備が整い次第、後続となってもう一度アタックする。驚嘆だな。本当に仕掛けた。フィン見守るつもりなんて妄想ないわ。鍵を手に入れた直後、そこが一番敵の浮き足立つ時や。鍵がこっちに渡ったと知られた後じゃ遅い。敵に準備させる前に叩く、そういうことか。守備がザルになっとる迷宮を食い荒らして情報を持ち帰る。最初で最後のチャンスや。フィン、自分なんからしくもない迷いを抱えとったみたいやけど、自分も十分規格外の化け物や。想像しい。お前も黙れ。アリアはまだだ。まずはこの都市を吹き飛ばして穴を作る。もう時間はかからない。あと少しだけそこでおとなしくしていろ。レビス様、ロキファミリアがこのクノストスに侵入を、鍵を所持しています。このままでは迷宮に散らばる精霊の間にたどり着くやも。どうかどうかお力を。よせ、それに魔石はない。腹を壊すぞ。どいつもこいつも。前、敵兵さん。二次の方角からモンスター多数。突破だ、撃て。凍てつけ、冬の爆鎖。更新せよ、炎の苦痛。契約において命ずる。おのれ、こちらも撃て撃て。ビアシルヘイム。なあ、攻撃が。
渚のフェアリーフォース。後方支援もいいですが、やはりリベリア様の機械で暴れ回るのが一番の光栄。こら、暴れ回るなんてはしたない。無駄口を叩くな、走れ。レフィア、振り落とされるなよ。はい。リベリア様が率いるエルフだけの遊撃隊、初めて参加したけどこんなにきついなんて。アリシアさんをはじめ全員が平行栄翔の使い手、高速で相手を撹乱して砲丸の火力を叩き込む。エルフの騎兵隊、これがフェアリーフォース。団長が切ったとっておき。ちょっと待って。この男、鍵を持っています。リベリア様、やりました、新しい鍵です。レカシア、リベリア様。レフィア、栄翔を切り替えろ。はい。来るぞ、怪物が。クリーチャー来ます。パルームの次はエルフか。よかったんすか、団長。何がだい。本当にリベリアさんたちだけでクノッソスに突入させて、あそこには団長もかなわなかったクリーチャーが。撃て。やれ、ビオラス。敵の砲撃が途切れない。それだけだ。え？裏を返せば、鍵を手に入れた今、クノッソスで危惧すべきはあのクリーチャー一人だけだ。だからそれだけの障害でしかないんだ。僕はね、ラウル、ロキに掛け合ってまでブレイバーの名を欲した。一族に勇気という光を示すために。もうとっくに覚悟はできてるんだ。たった一人、たった一つの脅威を恐れて立ちすくむようなら、僕は今ここに立ってはいないよ、団長。それにね、ラウル、君はリベリアを甘く見すぎだ。リベリアならあれくらい退ける。この出力、速射性、ビオラスも私に近づけない。そもそもこれだけの魔法行使を繰り返しながら、なぜ奴らのマインドは尽きない。マジックサークル、レアスキル。フィンたちがお前たちを見くびっていたように、貴様もまた私たちを侮りすぎた。
合わせろ、レフィア。はい。吹雪、三度の言動、我が名はアールブ。インフィンブルメタル。腕を持っていかれた。ハムシどもめ、やってくれる。通路が氷壁で埋め尽くされ、塞がれている。レビス様、一体これは。お前たちはこの氷を何とかしろ。私は別のルートで、あのエルフどもを追う。あのハイエルフ、厄介だ。下手を打てば二の舞。左腕の再生を優先させるか。くそ、時間がかかる。気配が遠ざかった。言ったか。お前たち、私のマジックサークルから出るなよ。この場の魔素を回収する。はい、リベリア様。リベリア様のレアスキル、アールブレギナ。ご自身の魔力だけでなく、我々エルフの魔法効果まで増幅させる。何よりすごいのが、魔法使用後に散らばる魔素の回収。消費した私たちのマインドを回復してくれる。この恩恵がなかったら、今頃迷宮の半ばで力尽きてましたね。むしろこのスキルがあるからこそ、団長はクノッソスの奇襲にリベリア様と我々を起用したのでしょう。そうですね。リベリア様は敬われることを快く思っていないようですけど、やっぱりあの方は偉大なるハイエルフです。お前たち、補給もしておけ。私のスキルも舞台のマインドを全開させるほど万能ではない。傷を負っている者には手当ても忘れるな。ラクタ、マッピングの方は。はい、今進めてます。穴だらけで、全然地図になってないっていうか。構わん。これは今後クノッソスを攻略する上で役立てるものだ。現在地を大まかに把握して、堂々巡りを避けられればいい。私の感覚では、十層分の階段を下ったと踏んでいる。お前の見立ては。私も同じです。ダンジョンと換算して10階層あたりの深度じゃないかって。あのクリーチャーに同じ手は通用しない。次に遭遇すれば、私もろとも部隊は壊滅するだろう。脱出経路を見つけておくなら今しかない。脱出経路の三段はある。会津の昔話に出てきた男がイビリスの主神、邪神の一人だとしたら、ダンジョンにつながる連絡路を探し出すぞ。南から南西にかけて移動する。でかした、ラクタ。
やはり9年前、合図にワイバーンをけしかけた男は、クノッソスを使っていたようだな。リベリア様、この後はどうなされますか？団長が求める戦果はあげましたが。もう一度、クノッソスにアタックする。これ以上の好機、またとあるまい。最大の脅威だったクリーチャーも手負いだ。接近されても、私のレアラーバテインで感知し次第、脱出経路に退却できる。幸い、二つ目の鍵が手に入った。レフィア、これを持って、ダイダロス通りからこの場に援軍を連れてこい。これも重要な役割だ。我々が撤退する上で、支援部隊は必須。すぐに連れてこれるな。はい、3時間、いいえ、1時間で戻ってきます。信じているぞ。行くぞ、お前たち。ビーブル、生きていたんだね。出てきて。アイズさん。君がなんであんなことを聞いてきたのか、ずっと考えてた。アイズさんは、モンスターに何か生きる理由があったとしたら、僕たちと変わらない感情を持っているとしたら、どうしますか？そういうことだったんだね。アイズさん、この子は！私の答えは変わらない。モンスターのせいで誰かが泣くのなら、私はモンスターを殺す。なんでからの襲撃が止みました。よし、今のうちに回復を済ませろ。リベリアさんたちがクノッソスのアタックに成功したのか。これならいける。北西側の通路を制圧するのはもう無価値か。俺たちも南東側へ回った方が。武装したモンスターの行方もわからない。団長の配置を勝手に乱すわけには。ごきげんよう、ロキファミリアの諸君。あなた、神ヘルメス。やあクリス君、こんな時に訪ねてきて恐縮だが、こっちも火球のようってやつでね。どうか許してくれ。実はね、ロキから受けていた依頼が片付いたんだ。ほら、君たちが求めていたマジックアイテム、クノッソスの鍵だ。ありがとうございます、神ヘルメス。では、そちらをお渡しください。ああ、いいとも。だが、その前に報酬をもらい受けたい。報酬？ここから部隊を引き上げてくれないか、ロキファミリアの諸君。
何を。だから鍵を渡す代わりにここから君たちにいなくなってほしいんだ。なーに、本当にそれだけさ、安いものだろ。どうしてそんなものが報酬になりうるのですか。交渉と契約を司る俺には十分な価値になり得るものだからさ。我々の任務はこの地下通路の制圧です。俺の一存では決めかねます。団長からの指示を。ダメだ。ここで今君が決めてくれ。応じられないというのなら仕方ない。この鍵を欲している者は山ほどいるようだし、彼らに譲るとしようか。待ってください。第一目的はあくまで鍵の確保だ。モンスターとイビルスの殲滅は最悪、二の次でいい。最優先すべきは鍵。団長の命令。わかりました。我々はここから撤退します。ありがとう。交渉成立だ。じゃあ受け取ってくれ。完全撤退したようです。周囲一帯にロキファミリアはいません。そうか。じゃあ連れてきてくれ。こんなものが抜け道とはね。一緒だろ。それをたった今作ったかだけの違いさ。これで君たちは地上からおさらばできる。クノッソスに入った後は自分たちで何とかしてくれ。さすがにそこまで面倒は見切れない。ダンジョンへ無事帰れることを祈ってるよ。ヘルメス様、最後にもう一度確認します。本当に彼らを逃がしていいのですね。ああ、グロス君の犠牲にはちゃんと報いる。それが契約だからな。神ヘルメス、あなたの狙いは。言っただろ、世界は英雄を欲していると。さあ、英雄を回帰させようじゃないか。団長、申し訳ありません。モンスターたちを見失いました。敵の動きが読めない。思考の裏を突かれているというより行動に規則性がない。モンスターたちは確かに二十番街の周辺で見失ったんだな。はい、それは間違いありません。敵は一体どこを目指している。すいません団長、自分のせいっす。自分が騙されて陣形を崩してなかったら。ラウル、君を責めてなんかいない。ヘスティアファミリアを甘く見ていた僕の責任だ。クノッソス相手に一矢報いることはできたが、武装したモンスターは取り逃がした。試合に負けて勝負に勝った。そんなもの慰めにもならない。全てに勝ち切るつもりだったが、全てうまく計画通りにはいかないな。やれやれ。二十番街に追手を放て。地下通路もくまなくだ。モンスターの足取りを知りたい。はい。
ラウル、アキたちから報告は？今も地下通路で戦闘中です。南東の扉を開けたまま押さえてるらしいっすけど、激しく抵抗されてるみたいで。わかった。敵の光線次第ではアキたちに撤退するように伝えろ。鍵が手に入った今、一つの扉に執着する意味はない。了解っす。リベリアたちの方は脱出経路を確保しているはずだ。ダンジョンを経由していずれ知らせが来る。それを待つように部隊へ。感性のない行動の連続。所詮はモンスターということか。いや、これは第三者の介入。モンスターたちの謎の進路もその第三者によるものと考えれば、この状況を利用しようとしているか。気に食わないな。親指はうずいている。何かがあるのか、起こるのか、自分の目で見極めるか。やれやれ。ラウル、あそこには僕が部隊を率いて向かう。え、団長自らっすか？ここの指揮は？リベリアがいずれ戻ってくる。それまではラウル、君に任せる。汚名返上のいい機会だ。頼んだよ。団長、待ってください。ダメだ、タナトス。バルグの簡易プラントを一つ落とされた。うわ、ナインヘルたちの仕業？ああ、12層にあった簡易プラントを発見された。魔力に惹かれるモンスターどもの習性を利用し、寄ってきた群れの経路を足跡代わりに。ブレイバーだけじゃなくナインヘルもひどく切れる。ますますバレッタちゃんを死なすんじゃなかったな。ロキファミリアの他にも一組、二組の侵入者がいる。こちらは人ではないが。ああ、イケロスたちのおもちゃか。ロキファミリアだけで手一杯だし無視したいけど。あっちもそっちも鍵を持ってるんだっけ？仕留められそう？少ない群れ。ビーブルがいる方は無理だ。放棄されていた17層直通の扉の一つ、そこから侵入された。以前崩落して使えなくなった隠し通路を開通させたのか。レビスちゃんは？傷を癒している。もうしばらく時間はかかりそうだな。バルカちゃん、もう片方の侵入者、今どの辺りにいる？10層だ。兵士たちからは遠く離れている。今からユルートの扉全部開けちゃって。何？ぶつけちゃおう、彼ら。このままでいいのかよ、ベルズ。確かにベルッチたちのことを考えればこうした方がいいのかもしれねえ。でもグロスたちを見捨てるのは違うだろう。俺っちたちだけで帰るのはおかしいだろう。違うぞ、リド。私は信じているんだ。あの愚かな少年が
真意なんてものを超えることを。くしゃー！クノッソスにさえ入ってしまえば我々の勝ち。そうは言ったが、さすがイビルスのアジト、簡単にはいかないか。イビルス側が扉の操作を、モンスターを誘導しようとしているのか。いや、しかし敵が解放しているこのルートは。フェルド、母ちゃんのダンジョンの匂いがかすかにする。この先つながってるぞ。おいフェルド、どうしたんだ。あの気色悪いモンスターが来るぞ。どの道、今の我々には最短経路を目指すしか選択肢はないか。進もう。フェルズ、出口はすぐそこです。全速で進め。もうすぐ脱出できる。これは、冒険者たちが魔法を使うときに出る。捕捉された。領域外に出ろ！レア・ラーバテイン！魔法やカースを防ぐ特製のローブなんだが、本当に参るな。まさかこのような場所で遭遇するとは。ロキファミリア、武装したモンスター。フィンたちの迎撃をかいくぐってここまで来ていたか。リベリア・リオス・アルブ、いや、ロキ・ファミリア、話がしたい。貴様がモンスターに組みする明治、神ウラヌスの使いか。その通り。私はオラリオの創設人、その真意に従ってここにいる。それが本当なら許しき事態だわ。地上では散々逃げ回っておいて、窮地に陥った今となって交渉をしたいと。そんな戯言を受け入れると思うか。地上ではモンスターへの悪意が渦巻いていた。そんな状態では冷静な話し合いなどできなかっただろう。そして万が一でも交渉の場を他者にでも見られた場合、君たちロキファミリアの選択肢はモンスターの殲滅以外になくなる。我々が交渉を持ちかけるには今この機会しかない。お分かりいただけるか。なんて下の回る。リベリア様、耳など貸さず即刻葬るべきです。相手はモンスター。幾度となく同胞の森を焼いた魔物に慈悲などいらない。理屈屋の私の言葉では足りないだろう。本人たちの話を聞いてほしい。俺っちたちはウィーネを、ビーブルの同胞を助けたかっただけなんだ。な、喋った？
モンスターが。なんて、おぞましい。地上に出てきたのも、仲間を取り返したかったからだ。人を襲いたいわけじゃねえ。殺したいわけでもねえ。何より、私たちは、あなたたちと話がしたい。戦うのではなく、言葉を交わしたい。モンスターが、何を？でも、アリシアさん。奴らの言うことが本当なら、話し合いにも応じない我々は、モンスターにも劣る蛮族ということに。確かに地上で交戦が何度もありましたが、今思えば、それも自己防衛としか。リチを有するモンスター。我々は、ゼノスと、そう呼んでいる。彼らは我々の希望だ。希望？そう。我が主神、ウラノスは、人類とモンスターの共生を望んでいる。何よ、バカな！憎み合い、殺し合い続ける不毛な歴史。我々はそれに終焉をもたらしたい。その上で、ゼノスは最後の希望だ。ゾーガを振りかざすのではなく、言葉と理性を持って、我々人類を知りたい。共に生きたい。彼らはそう訴え続けている。ダンジョンに祈祷を捧げる偉大なるウラノスが認めたのだ。ゼノスはダンジョンでさえ予期しえなかったイレギュラーであり、悠久の年月の中で下界が生んだ新たな可能性だと。今すぐでなくても構わない。今は見逃してもらえるだけでいい。だが、いつの日か、地上と地下の境界を越え、この負の連鎖に終止符を打つために、彼らを理解してほしい。ロキファミリア、どうかこの手を。アホか。と言うだろうな。私たちの出身は証明できるのか、立証できるのか、方策はあるのか。モンスターに血族を根絶やしにされた者たちを納得させるほどの理由と誠意は本当に示せるのか。今、私が求めているのは、情に訴える姑息な涙などではなく、明確な理論に基づいた手段だ。それを提示できない限り、貴様たちの言い分を認めるわけにはいかない。メイジ、貴様に覚悟を問おう。この場しのぎではなく、私の心を動かすに足る覚悟が、その刻意のうちに本当に存在するのか。ないというのならば、貴様の語った話は英雄に憧れる子供の夢物語より、聞くに値しない絵空事だ。リベリア・リオス・アルブ、いや、フィンリムナ。
君たちは聡明だ。そして英雄として必要なものを有している。犠牲さえ厭わない信念を。君たちが味方であったなら、そう思わずにはいられない。無意味な過程だ。もしを語っていても、私たちの立ち位置は変わらない。そうだな、その通りだ。ならば、生き残るために抗わなくては。結局、こうなっちまうのかよ！かかれ！ヒビルスの残党、こんな時に！あんな数、すぐに揃えられるわけがない。最初から時間稼ぎを？私たちを誘導したのはこれが目的だったか。二つの勢力を否応なしに争わせようと。周囲を包囲されています。正面以外にも左右後方の通路からモンスター。敵の一角を打ち崩す。退路を確保するぞ。リード、レイ、迎撃だ。ロキファミリア、モンスターども、タナトス様と我らが悲願にあだなす者すべてを殺せ。住民の避難所を襲撃するガーゴイル、それを迎え撃つ冒険者。また君か、ベルクラネル。周囲のモンスターが他の冒険者を足止めしていることといい、ガーゴイルがこれ見よがしにリトルルーキーと交戦していることといい、できすぎだ。ヘルメスファミリアの仕業か。釣られている。ベルクラネルが守るギルド職員のみを狙っているのか。ペルセウスの規格外のマジックアイテムの類を加味すれば妥当か。広場は劇場、住民は監修、そして主役は理性なきガーゴイルと刃を交える一人の少年。ベルクラネルが暴走したモンスターを殺せば、華々しく英雄に返り咲く。とんだ茶番だ。だがもし僕が彼の立場だったら、殲滅だ。事情を鑑みた上で、この舞台に乗るのが最善。所詮、僕は作られた英雄か。ロキ、残念だけど、見極めるものは何もない。団長、包囲の準備が整いました。部隊に合図を出せ。広場へ突入する。ベルクラネルのみそぎは邪魔すまい。僕も彼にここで終わってほしくない。それとも君は他の選択を見せてくれるのかい？待て！え？あ、はい！中止！攻撃中止！止まった？止めた？モンスターが攻撃を？洗脳を解除したわけではなく、自分の意志で？いや、最初から操られてなどいなかった。モンスターは
己の意志で身を犠牲にしようとしていた。人のために、いや、ベルクラネルのために。第三の選択肢、英雄の座を蹴り、真意を打ち砕いた。ダンジョンを出た。早く団長たちの元へ向かって援軍を。まさか黒いミノタウロス、ダイダロス通りからだとしたら団長たちもそこに。モンスターをビーブルを守っていたくせに、今度はその武装したモンスターと殺し合い。私が聞いても何も答えなかったくせに、私たちを振り回しておいて何をしてるんですか、あなたは。違う、あれがアイズさんたちの言っていたミノタウロスと戦ったベルクラネルの冒険。頑張れ兄ちゃん、ベルお兄ちゃん、頑張って。なんで私が、なんで私もこんなに胸を震わせられるの。行け、頑張れ。やってくれたな、オッタル。黒いミノタウロスをいつまで経っても捕捉できなかったのは君たちの仕業だったか。そして今はティオネたちが築いた包囲網にも介入して、全てはこの一戦のために。全ては主が望むままに。ここでも僕は思い違いをしていたわけか。あの猛牛はイレギュラーなんかじゃない。目的があった。たった一つの死闘を、あの少年との闘争を求めていた。アルゴノート、始まりの英雄、そして英雄たちの先導か。オッタル。なんだ。僕はね、
フィアナを目指していたんだ。一族に希望をもたらす栄光の光を。知っている。お前はそのためだけに戦っている。ああ。でもそれはもうやめにするよ。僕はフィアナを超えなければならない。彼を見て僕も毒されてしまった。ベルクラネルの真似事は君たちにも身が重いか。神々が世界が真に欲しているのは計りを壊す英雄なのかもしれない。毒されている？感化されている？分かってる。それでもいい。それでも僕はリムナを葬ろう。偽物を本物にするためにフィンになろう。舞台を引き上げる。え？オッタルたちがここにいる以上何もさせてもらえない。時間の無駄だ。なら別の案件に取り掛かるとしよう。見届けないのか？ベルクラネルがこれから何を成し遂げるのかもう分かっている。僕たちが最初に見たミノタウロスの戦いの時もそうだった。僕も賭けに、いや冒険をしてくるとしよう。ダンジョンへ向かってこのままクノッソスっすか？はい、団長の指示です。急いでください。えい、ドワーフ使いが本当に荒いぞ、あのパルームめ。言ったか、フィン。見極めたんやな、自分で。全部聞いたわ、ドチビから。ゼノスっちゅうモンスターどものことをな。ウラノス。そうか、確かに爆弾やった。自分らが隠しとったことはひょっとしたら今うちらが追っとる都市崩壊のシナリオよりもディオニュソスの勘もある意味当たりや。せやけど今はそんなことどうでもええ。フィンがもし答えを出したとき絶対に邪魔するんやない。今あの子は変わろうとしとる。これまでとはちゃう別の答えにたどり着こうとしとるんや。どの道を選ぶかはうちでもわからん。誰も予想しとらん高く険しい道を走り出すかもしれん。けどこれはあの子の物語や。あの子が選ぶ選択や。そんなフィンの弱みにつけ込もうとしたら即芝く。あのヤサ男にも言うとけ。あの子の邪魔しよったら下界のルールなんて関係なしにぶっ殺しに行くってな。勇者の物語を邪魔しよったらうちが許さん。これを守るんやったら自分らの爆弾ゼノスのことも黙っといたる。いいだろう、ロキ。
どうしてそこまでブレイバーに肩入れする？簡単なことや。うちがあの勇者のいっちゃん初めのファンやからや。フィン、乗り遅れたらあかんで。諸子貫徹、大いにええことや。ブレへん自分もうちはめっちゃ好きやで。ただな、囚われるあまり先を越されるんやないで。覚悟も責任も全部全部背負って前に進む自分が一番や。誰にも負けてへん。どちびの子にもな。せやから勝ってくれ、この英雄レースにな。に加え、ロキファミリア、最悪の三つどもえのまま、ここで何が何でも我々を始末する気か。このままでは、ここか、ハムシども。まさか、あれはクリーチャー。まずい。死ね。アリシア、避けろ。レイ。私の羽より綺麗なあなたの髪を怪我したくないと、そう思ってしまって、もし許されるならあなたとお友達になりたいと、そう夢を見てしまいました。レイ、お前。外したか。まあいい。その出来損ないのモンスターともども狩り尽くしてやる。悪いけど惨劇なんて見るつもりはないんだ。本物の英雄譚を目にした後ならなおさらね。させるか。ガレス、総員、アリシアたちを支援、退路を確保しろ。久しぶりの連携だ。ついてこれるか、二人とも。浮かせパルーム。レベル6の3枚隙だらけよ。
クリーチャーとやるのは初めてじゃが、確かに厄介じゃの。ピンピンしとるぞ、あの女。だから言ったじゃないか、まともにやり合うのは得策じゃないって。すまない、フィン、ガリス、助かった。まだ終わっとらんわ。帰るまでが冒険よ、忘れたか。ああ、気を抜かないでくれ、リベリア。ラル、僕たちがしんがりを務める。アリシアたちを回収して来た道を引き返せ。わかりました。私が逃がすと思っているのか、パルーム。あいにくまともにやり合うつもりはない。レフィーア、やれ。悔しい、悔しい。あのヒューマンのせいでこんなに体が熱くなっていることが。私だってレア・ラーマテイ。隠していたエルフの砲撃、パルーム、貴様。撤退する、全速力だ。団長、私は このモンスターも運べ。ヴィンディムナ、リノ、ロキファミリアに続く。わかった。逃がすか。追うな。追うなだと？ここで連中を逃がすことに何の意味がある？それに貴様、仕事の一つもこなせないのか？なぜあいつが今も生きている？邪魔をすることしか能がないのなら、私に今殺されるか？エニュオの指示だ。エニュオに言っておけ。もし計画が破綻したら、私がお前を殺しに行くと。追ってこない。ああ、この状況で追撃がないのはおかしいが、向こうで何かあったか。ともあれ、完全に巻いたようじゃ。しかし問題は残っとるぞ。ああ、全員武装解除しろ。団長、あ、いえ、わかりました。リベリア、アミットの飛躍はあるか？ああ、使ってくれ。いいのか？いいんだ。わかった。モンスターに治療？どういうことなんだ？そんな。いいのかよ、これ。フィンディムナ、君は？異端のモンスターたち、君たちと交渉したい。交渉？よりにもよってブレイバーたる君が？とてもではないが信じられない。
簡単な話さ。僕は君たちを利用することにした。利用？クノッソスの攻略だ。鍵を手に入れた今、そう遠くないうちに僕たちはクノッソス攻略に乗り出す。オラリオの安寧を願うギルドも巻き込んで、君たちにはその際のアタックに参加してもらいたい。無論極秘という形にはなるが、あの迷宮はもはや真相以上の幕府だ。あらゆる手札を使わなければ完全に攻略することはできない。そう判断したまでだ。ブレイバー、君の真意がわからない。語られた言葉も嘘ではないのだろう。しかし我々は君だけは取引に応じないと考えていた。悪いが、何か裏があるのではないかと今も勘ぐって。武装したモンスターは人を襲わないと立証されてしまった。少なくとも僕はそう判断してしまった。イビルスは双方にとって明確な敵だということも確認できた。そして何より、もう君たちに剣を向けられない者が僕のファミリアにもある。もし交渉を結んだとして、我々とのつながりが露見したとき、君の名声が地に落ちることを理解しているのか。一族の再興を望む君の野望は本当についえることになるぞ。なら、全てを失った後、また英雄に返り咲くさ。今度は人工じゃない。そうだな。モンスターと融和を結んだ前代未聞の第一人者として、とかね。オラリオの崩壊が迫っている今、僕は市場を、モンスターへの悪感情を捨てる。勘違いはしないでくれ。あくまでも今回限りの共闘だ。以降は慣れ合うつもりはない。次に僕たちの前に現れれば、場合によっては今度こそ殲滅するかもしれない。それがギリギリのラインだ。一つだけ聞かせてくれ、ブレイバー。何があなたを変えた？何？子供心を取り戻しただけさ。答えは一つしかない。そんな風に決めつけるのはやめにした。わかった、ブレイバー。あなたと契約を結ぶ。もとより私たちに選択肢はない。ありがとう。って言っていいかわかんねえけど。ありがとう。レイを助けてくれて。後日、こちらから連絡しよう。行かせてもらう。今回の件は近いうち、僕からファミリア全体に正式に報告する。それまでは今日あったことは口外無用だ。無論、派閥の外には英語を漏らしてはならない。了解しました。よかったのか、フィン。いいか悪いかで言えば、まあダメなんだけど、こうなってはしょうがない。リチのあるモンスターをアリシアたちが見た記憶は消せないし、かといって殲滅するのも惜しい。あの黒いミノタウロスの力が活用できるなら、見返りは十分にある。
問題はモンスター殺傷の躊躇、こちらをどう払拭していくかだ。特にアリシアには入念な配慮が必要だろう。リベリア、君がしばらくついてやってくれ。それは構わないが、我々が問いただしているのはそういうことじゃない。お主が話しておったように、神ウラノスたちに弱みを握られて本当に首輪をつけられるかもしれんぞ。それでいいのか？ああ、そっちか。その時はその時だ。さっきも言ったように、積み上げてきた名声を失った時はまた一からやり直す。正気か。ああ、真意を超えた英雄になる。そっちの方が野望への近道かもしれない。そう思えた。すまないリベリア、君にも迷惑をかけた。気にするな。たまにはこんな面倒があるのもいい。フィン、一つ聞かせろ。お前の心境の変化は、ベルクラネルか？どうして分かったんだい？お前が言ったことだろう。ことを起こすとしたら、それはあの少年だと。そういえばそうだったね。やれやれ、長年付き添っていた私たちではなく、一介の冒険者がお前の心を動かすとは。私もあの少年に少し嫉妬してしまうな。こやつは本当に好き勝手に振る舞うパルームじゃからの。致し方あるまい。今だけは口答えせず甘んじておくよ。ここから団員の理解を得られるまで時間がかかりそうだ。ああ、理解させることは叶わずとも、割り切ってもらわなくてはならない。うん。でなければ、クノッソス攻略に向けて足並みが揃わん。ベートあたりを筆頭に、反感の声が高まりそうだが、まずは、合図をどう説得するか、だな。倒れてくれない。ベルは倒れてくれない。私がずっと攻撃を当ててるのに、押されてるのは私。なんで私が押されているの？違う。これは私が教えた強さじゃない。これは誰かを守るための強さ。あのモンスターを守るために。どうしてそこまでするの？私は間違っていない。
モンスターは殺さなくちゃいけない。なのに、なのに。アイズさん、アイズさん。いや。ベルの攻撃が私に届いたら、私はベルの思いを聞かなきゃいけなくなる。この子の思いが本物だって認めなきゃいけなくなる。そんなの、いや。オッケー、届け。届け。届け。届いた。エルの一撃が私に。それじゃあ私は。どうしてそこまでするの？あの子を助けたいんです。本当に本気で言っているの？人じゃない、モンスターなんだよ。普通のモンスターとは違う。話せるんです、笑い合えるんです、手を取り合える。僕たちと同じ感情を持っています。違う、同じなんかじゃない。みんなはそんなことできない。モンスターは人を殺す、たくさんの人を殺せる。たくさんの人が泣く。でもそれは、僕たち冒険者だって同じじゃないですか。アイズさんの剣だって、僕のナイフだって。ダメ。あの子たちと暮らせる居場所が欲しい。言わないで。ミーネたちが笑える世界が欲しい。何を言っているの？わからない。わかりたくない。でも、確かなのは、ベルはもう、遠くに、私の届かない場所に、行ってしまったこと。私たちは、もう、もう、いい。どいて。嫌です。やめて。嫌だ。お願いだから。できない。どいて。切るいいんだよ。だから
いいね。どうして？お願い、ベルを傷つけないで。やめて、喋らないで。違う、こんなの嘘。こんなのモンスターじゃない。モンスターが誰かを守るなんて、こんなモンスターがいたら私は。どうしてあなたみたいな存在がいるの。あなたたちの、あなたの目的は何？私はベルと一緒にいたい。そんなことさせない。あのモンスターたちと同じように地上にのさばるなんて絶対に許さない。あなたの爪は誰かを傷つける。あなたの翼は多くの人を恐れさせる。あなたのその意志はたくさんの人を殺してしまう。私はあなたを見逃すことなんてできない。暗くて寒い場所で、ずっと一人ぼっちで、誰も助けてくれなかった。私がいる。何をしているの？どうしてそこにいるの？どうしてあなたはモンスターをかばっているの？私にはいない。あなたのそばにいる存在なんて、私にはいない。私の前に、英雄なんて現れてくれなかった。あなたも素敵な人に出会えるといいね。
いつかお前だけの英雄に巡り会えるといいな。嘘だ。ずるい、ずるい、ずるい。私には誰も現れなかったのに、私は剣を取るしかなかったのに。ずるい、ずるいよ。私はもう、そのビーブルを殺せない。アイズ、さん。君は、君たちは間違っていないと、そう思ってしまったから。私はもう、君たちとは戦えない。行って。ありがとうございます。アイズ。いいのか？はい。俺は先に戻るぞ。ありがとうございます。なんで感謝されんだよ。誰か、私を助けて。二つの手のひらが重なる時にだけ生まれるぬくもりを。あなたの痛みを知りたいと。